お茶の道、季節を楽しむ茶の湯のお時間でございます。6月も終わり近くを迎えました。七十二候を追って6月を振り返ってみたいと思います。6月初めはカマキリが生まれる頃、カマキリは農作物を害虫から守って大活躍いたします。ホタルは宙を舞い、夜の闇をほのかに照らしてくれます。6月も半ばを迎えますと、梅の実は黄色く色づいて、梅雨の雨が大地に降り注いで、草花を生き生きと潤してくれます。そうして梅雨が明けて、6月21日、夏至を迎えました。深い青や藍色のあやめやキキョウが涼しげに咲いて、白い夏椿は爽やかな夏の始まりでございます。一年を山と例えるならば、今ちょうど山の中腹までほとほとと歩いてきた頃でしょうか。山の頂上まで着いた方、そもそも今年は山を登らず、山のふもとで畑を耕そう、地盤づくりに心を注ごうという方、また山のいおりで呼吸を静かに整えようという方、それぞれの落ち着く場で季節を迎えることができましたら幸せなことだと思います。皆様は須弥山という山をご存知でしょうか。仏教では須弥山は多くの神々様方が住む山と説かれます。私たちの肉眼には見えませんが、そのような山があるのかと心に思えばあるのかもしれません。6月本寿庵のお手前は須弥山でございます。心の中にある山の中腹へ、またはふもとへ、または草のいよりへ、ほとほとと歩いてお茶をいただくことができましたら大変嬉しく存じます。どうぞ皆様よろしくお願い申し上げます。